松島です。底辺ユーチューバーでございまーす。ねずい。はい、今日はこちら。ババン。お返事コーナー。視聴者のコメントにお返事をしていきます。まずこちら。えー、チューブネームカマさん。ありがとうございます。松島さんはバッドホップとナメダルマ。どっちがアーティストとして好き ね、えー、どっちが好きっつうと非常に難しいんだけど比べるもんじゃないかなっていう感じがする個人的にはやっぱり全然スタイルが違うからまあそれこそね寿司と焼肉どっちが好きみたいな感じの質問だよねまあだから どっちが好きっていうのは非常に難しい。比較しづらいんだよね。人数も全然違うし、スタイルも全然違うし。なんかでも個人的には、聞いてて、いやー難しいなーえっ、ー、と、正直に厳密に言うと、どちらもそんなに好きじゃないです。 というのは、えー、そもそも日本のヒップホップをもう楽しく聴くことは私はいろんな理由からできなくなっていて、えー、特に、まあ、バッドホップは私より年齢が若い人向けの音楽だなとも感じるし、だから、えー、みんなが、まあ、二十歳ぐらいのね、二十代前半ぐらいの子たちがバッドホップ見て、かっこいい憧れる っていう感覚は私にはもうないわけよ。で、えー、ナメダルマも、えー、どちらかといえばやっぱりその、ねえ、まあナメダルマは私は同年代だと思うんだけど、えー、同年代向けというよりかは少し若い人が憧れの対象として見るような音楽だと思うんだよね。というのがあって、まず好みではどちらもないということと、えー、そもそも日本のヒップホップを私は、 え、なんだろう、こう、エンターテイメントとして、あまり聞く機会がなくて、やっぱ資料として、情報として入れる機会が多いから、え、どっちも好きじゃないというのが正直な答え。で、それでもまあ、どっちか一個言えやって言うんだったら、バッドホップかなーうーん。バッドホップ、まあ、 どっちも好きな人の方が多いと思うんだけど、で、意外と、こう、極端なね、バッドホップ派と、バッドホップ派の人はナメダルマ好きじゃなくて、ナメダルマ派の人はバッドホップ好きじゃないっていうような感じじゃないと思うんだけど、ただ、こう、バッドホップのイメージって、まあ、曲パクってるとか、ええー、まあ、売れ線みたいなイメージだけど、私はかなり高度なことをやってると思うんだよね。 こう一聴すると、ナメダるまの方が渋くて複雑なことをやってる感じがするけど、意外とバットホップがやってることもレベルが高いと私は思うんで、え、結構、まあその、どの曲を、 パクるかっていう意味もた、どのタイミングでパクるかっていう部分も込みで、結構高度なことやってるなって思うばトップかなうん、C と言えばね、うん、どっちも同じぐらいよ。どっちも同じぐらい好きだし、どっちも同じぐらい好きじゃない。えー、もっと C と言えば、やっぱ自分もラップやる、じゃない、曲がりなりにも。だから、あの、自分のラップの方が好きだなって、 えー、胸を張って言えるようになりたいよね。はい。<laughs> いかがでしょうか。えー、あと、えー、次の質問、次の、えー、チューブネームゲターだけさん。あなたのこと何も知らないけど、楽しそうだねって。<laughs> えー、全く私のこと知らない人が見に来てくれたというのは非常に嬉しいことですよ。えー、ぜひこの機会に、えー、まあ、たまにまた見に来てください。<laughs> ありがとうございます。チューブネーム、レスタウラントさん。えー、MC 松島、こんな YouTube やってたんかよ、笑い。誰とか言われてんやん。ね。えー、まあ、あの、私のことなんて誰も知らないですよ。基本的にはね。 だからあの別にあの誰とか知らねえって言われることで傷ついたりあの全然しないんだけどえ逆に全く知らん人がえ動画をクリックしてそこにコメントを書くっていうのがえ非常に嬉しいし光栄なことですよでこれを機にこうなんか私のこととかも知っていってもらえるなら嬉しいよねうんであなたも MC 松島こんな YouTube やってたんかよ って言ってて、あなたもそんなに知らないかったんだっていう。まあ、たまにまた見に来てくださいやっていうことです。はい、続きましてこちら。え、チューブネーム、ねんさん。えー、これは、えっ、ー、と、ワイザーのガイダンス、添削についてるコメントで、草分けるはマジで意味わかんなかった。たとを分かつ的な意味と勘違いしてるんかなーっていう、 これ私は同意見です。えー、草分けるを使う理由があの歌詞では分かんなかったから、まあ、文字の通りだから、まあね、悪い意味で、ディスの意味で使ってるんだと思うんだけど、その草とかかってるんだったら、そのマリファナとかかってるんだったら、草分けるのってどちらかというと仲間同士みたいな感じなんじゃないのかなと思うから、どこに、えっ、ー、と、ダブルミーニングの 謎かけが起きてるのかわかんなくて、えその、たもとを分かつ的な言葉と間違ってるんかなっていうのはすごく、あの、いい。私もそんな感じがするよっていうね、気がするよ。あれこれに返信がいろいろついてて、この、ね、ねんさんの、たもとを分かつと間違ってんのかなって。 えー、いうのに変身がついてて、えー、ググれが、ググればすぐわかるだろう。たもとわかつとは全然違うよって言ってる人がいて、マジで、こんぐらいの、えー、文章を読めないやつがインターネットにはいっぱいいるんだなっていうのは結構きついよね。えー、はって感じ。全然お前何言ってんのって感じ。で、もう一人、えー、こちら、えー、っと、 マリラビさん、チューブネームマリラビさんが、えー、それに対して、えー、自分は仲直りしたいっていう意味で使ってるんじゃないかっていうようなことをおっしゃっていて、まあ、草分けてんだよ、本当はっていう意味で使ってるんじゃねえかって言ってる人がいて、あ、それだったら素敵な使い方かなって思うけど、文脈的にはなんかね、かもとを分かつ的な意味で使ってるから、ちょっとね、これ、深読みしすぎかなっていう。 えー、マリダビさん、自分は仲直り、謝罪、従ってることを草を絡めていたいと思いました。って。うん。で、これに対しても、たち違うやつが、自分、バダサイが謝ってきたからやろ。って、なんか、全く、えー、全くね、これ、ボットなんかな。日本語、わかんないけど、とにかく変身してくるボットみたいな感じなんかな。っていう、なんかね、YouTube のコメント欄もね、えー、ちょっと、 あの、一日で繊細性ぐらいいくようになると、ちょっとね、こういう、えー、わけわからん変身をしてくるやつが出てくるということなんですよ。ね、えー、みんな仲良くしてくださいね。<laughs> えー、チェーブネーム、まさき T さん。えー、豚野郎、アンサー元にある資本主義の豚から引っ張ったのではないでしょうか。MC もそうですが。 私も当初、資本主義の枕言葉は犬ではと思い困惑しました。おそらくバタサイさんがデトロイトメタルシティのクラウザーさんに影響されたのではないかと気がします。ナメダルマの方の添削みたいです。はい。えー、っと <laughs>、えー、えぇ、まさき T さん。えー、まあなかなか面白い考察ですね。でもともとその、えー、バッドポップイズデッド。 の方に、えー、めめしいとか豚野郎、豚という言葉があって、それに対する返答はと。うん。な、なるほどね。まあ、ただ資本主義の豚っていうと、まあ、資本主義、えー、の豚、まあ、それは、あの、飼われてるっていう意味だと思うんだよね。豚はまあ、飼われてるイメージかな、と思うから、まあ、犬の方がより正確かもしんないけどね。まあ、豚でもまあいいかなっていう気がする。あと、まあ、 デトロイトメタルシティのクラウザーさんに影響されたのではないかという気がしますっていうのは、これは、パッと見は知らねえよっていう感じだけど、でも、世代とか考えると、えボキャブラリーにデトロイトメタルシティが影響を与えてる可能性は全然ゼロじゃないから、あるかもしんないよね。えあとね、ビートスティックスさん、えー、ナメダルマやジャパマゲの添削もお願いします。ね。 あと、ラッパーさん、えー、リクエスト失礼します。今更ながら、ナめだるまの方も添削みたいです。ね、えー、この声がね、非常に多いんですよ。ありがたいことに。えー、ただね、舐めだるまの方の曲、私まだ一回も聴いてなくて、えっ、ー、と、<laughs> 長えじゃん、なんか。長くてめんどくせえなって、えー、いう気がしてたんだけど、えー、っと、や、やっていきますね。 やっていきますあとねもう1個ねあ返したいコメントあったんだよななんだっけななんか最近 YouTube の使い勝手が悪いよなそんなことないか最後に1個か返したいコメントあったんだけどえー、ちょっと待ってねあこれだ、えー、チューブネームラッパーさんあラッパーさんかい えっと、松島さんはこの動画を撮る前にこの曲何回聴きましたかえっ、ー、と、私は、えっと、リアクション動画を撮るのに1バース目、えワイザーのガイダンスの1バース目は1回か2回ぐらい聴いてるかな。で、えこのオフィシャルミュージックビデオが出た段階では、えっと、聴いてないっうか、この動画を撮りながら見てるから、 全部で一回聞いてるかな全部で一回聞いて、あとはもう撮影してます。っていう感じ。だからあんまり何回も何回も聞いて、深く考察するようなことはしてないから、ちょっと軽い、浅い部分があるかもしんないんだけど、でもあの、日本語のラップなんて一回聞いたら意味あかんね。 って、ちょっと思っちゃってるから <laughs>、何百回も聞いて考察みたいなことはしてません。うん。ワンピースだったらしてもいいかもしんないけどね。はい。というわけで、皆さん、えー、いろいろコメントありがとうございます。たまにこういうお返事コーナーもやっていきますんで、えー、まあ、ご意見、ご感想、ご質問、普通のお便りでも何でもいいんで、あの、動画に関係ないコメントでも全然書いていただければ、えー、返したいなと思ったら返してきますんで、えー、また書いてみてください。また見に来てねバイバーイ <laughs> お返事コーナーでした。よっしゅー。